ろいろ有名なサイトあると思うんだけど、ああいうとこに書かれてる情報って信じていいんだって声があると思ってて、この両方の情報を照らし合わせて自分で判断するっていう必要性がある、うん、キャリアに悩めるそこのあなた、公式 LINE 登録で就職活診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手に入れます。詳しくは概要欄をチェック。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。はい、どうも皆さんこんにちは、特集のゆうすけです。OK です。はい、ということで今日もさすけさんに呼ばれてやってきましたが、今日もあれですかね、転職関連の話ですか。ですね。はい、まあ転職、まあキャリア、まあ、全般みたいな感じなんだけど、まあいろいろこう転職にまつわる噂、キャリアにまつわる噂があります。はい、あれ本当なんすかみたいな声が特集にたくさん寄せられるので、まあそこに、まあ、視聴者目線のゆうすけさんと、まあ、プロのこうきさんに回答してもらうと。なるほど。いう感じの企画でお呼びさせていただきました。はい、お願いします。はい、まあいろんな噂転がってますからね、転職市場は。ですね。はい、あ、今日早速あの噂なんですけど、噂、はい、はい、要はなんか転職するときに企業の口コミとか評判って気になるじゃないですか、うん、まあ、はい、絶対調べますよね。でまあ企業名で検索したりとかすると、うん、なんかいろんな記事バーって出てきたり、うん、例えば後期出身のアクセンチャーはどうですとか、日本生命どうですみたいな、うん、とか、あとは口コミサイト、まあ、オープンワークだったりとかいろいろ有名なサイトあると思うんだけど、うん、はい、ああいうとこに書かれてる情報って信じていいのって声があると思ってて、これ結構みんな悩んでると思うんですよね。ここちょっといろいろ裏側知りたいなって感じです。知れるんですか。いや、こうきさん呼んでマジっすか裏側の人間だからお前に言っちゃいます。確かにあの情報信じていいのかっていうのは結構転職活動してる人にとって結構クリティカルですよね。あの皆さん知りたいと思うんで、ぜひお願いします。はいはい、お願いします。でも転職活動してる時見たりした、それ。もちろんユースフルの評判とかググったけど何も出てこない。一個も出てこない。俺とサスケさんとマサしかいなかったから。何も出てこない。あ、でも本当あの真面目な話すると水着位置とか見てて、水着位置入る、入るスペース評判とか結構調べたりやってましたね。やるよね、それは。やりますね。正直うぞうむぞうというか、もうピンキリの情報が出てくるから、うん、なんか信じられないなっていうのはあったんで、Google の記事とかウェブ記事とか、あとはあれか口コミサイト、はい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 、どうですかね。まあ、そこの2つは一番王道かなと思ってて、うん、結論半信半疑でいいのかなあ、どっちかに割り切るわけではなく、まあ、思っている。もちろん正しい情報もあるんだけれども、うん、まあ、その中には誤った情報とか責任のない情報みたいなのたくさんあるかなと思ってます、うん、で結構自分もマーケティング一番実はやってる人間なんで、うん、あのこの会社、事業会社来てからは、ね、その視点も交えながらお話しする、裏側 の、 その事業者目線でどういう風にあれを展開してるのかみたいな話、はい、でいうと、まずウェブ記事の方で、あっちは分かりやすくて、いわゆる SEO って言われたりとか、うん、まあ、今ユースケもやってるから分かると思うんだけど、はい、まあ、検索して入ってくるみたいなコンテンツマーケティングの一環なんですよ、ね、うん、書いてる人って目的があって、まあ、完全にお金稼ぎたいんだけど、そうね、SEO もね、これはあの一番悪い意味じゃなくて、アクセスを集めなきゃいけないし、恣意的に自分の紹介したいサービス、いわゆるアフィリエイト、紹介料をもらうためにこういう風な表現をちょっと過剰にしたりとかいう風なことがある、はいはい、っていうのは、まあ、よくあるあるかなと思っていて、その意味で SEO で上から上位で並んでる記事のランキングであったりとか、まあ、その記事の評判だったり書き方、表現みたいなところは、まあ、一概にこう正しいものではない。一番ひどい例とかだと、その企業のことを全然知らない、経験ももちろんなければ、知り合いにもいなければ、いろんなネットの情報からをかき集めただけみたいな、うん、いうのも結構あるかなっていう。まあ、そうだよね。結構その転職エージェントで行くとその着席単価とかがアフィリエイトで設定されてるからさ、当然に行ったらってこと。そうそうそう、自分がいいと思ってなくてもこのブログを書く人としてはこれが単価が高いからおすすめしとこうっていう、そう、ね、まあ、書き方に、まあ、ならざるを得ない、そこは、うん、言い悪いではなくしょうがない。やっぱまた難しいのがやっぱりその今伸びてる企業というか、採用枠が多い企業っていうのは紹介しやすいから、そういう企業を持ち上げると転職相談とかに引っ張りやすいみたいなのがあるもんね、絶対、はいはい、実態はぐちゃぐちゃかもしれないけど、採用枠が多いからここは今イケイケですみたいな表現をしたりとかっていうのは結構ありがちかなっていうふうに思って。なるほど。まあね、ウェブ記事っていうところに関してはやっぱそういうお金の流れがあるから、言って信じきるのもいけないから自分の目で選別しようねっていう話があります。そうね、発信者がどうなのみたいな話は見極めた方が。なるほど。じゃあもう一個上がってたその、まあ、オープンワークみたいなその、うんうんうん、口コミサイトとかっていうのはどうですか。使ったことある人いると思うんだけど、うん、ユーザーサイトとしてあれって結構そのお金を払ってオープンワークに限らず、今例えばそういうサイトがあるとして、うん、口コミサイト全般の話で言うと、投稿することによってお金をもらえるっていうような携帯もあれば、あ、はいはい、その会員の限定のサービスを見るためには、うんうん、情報を登録しなきゃいけないみたいな形のパターンもある、うん、オープンワーク確かね、書いたら
3ヶ月無料で全口コミ出れますみたいな。ああ、そういうのあるよね。そういうので書いた記憶があって。俺も多分ある。就活の時皆さんやってること多いと思うんですけど、うん、通過いいやつを出したらお金もらえるじゃないですか、はいはいはい、それも見つかったことあるんだけど俺も。要はそのお金とかサービスを利用するっていう目的のためにこう投稿しているみたいな、うん、ってところがあるから、その要は真意ってところが分からない。そうだね、文字数さえ埋めてしまえば一旦お金がもらえるからね。そうそうそうっていう話があるっていうのが一つと、まあ、あとはやっぱ辞めた人が中心的に書いてるから、結構偏ったネガティブな状況になりやすいみたいなところは、はいはい、チャートがある中の社風でこういいとかあんまないよね。確かに、ね、大体なんか風通しが悪いとか、はい、上司がうざいみたいなね。確かにね、まあ一定ね分かるなと思うところもありつつ、うんうん、完全に鵜呑みにするのは危険だなと。なるほど、すごい参考になる情報源だと思うけどね。そうね、数があるし、うん、なるほど。っていうところで、まあじゃあウェブ記事とか口コミサイトっていうのはまあ一定疑ってかかんないといけないよっていう話があると思って、じゃあ僕たち転職したい人は何を見たらいいんですかっていうところをちょっとね、うん、教えていただきたいです。今2つもいいんだけどベストではないかなとは思ってて、はいはい、あくまで参考材料で、なんかよくこういうの見るといいよみたいな推奨してるみたいなところで言うと、うん、まあ3つかなと思っていて、うん、まあ、1つはやっぱりもう人に会うっていう、うん、他は別にオフラインオンラインどっちでもいいんだけど、うん、人と話すっていうところで、さっき言ったウェブとか口コミとかって、まあ、デジタルとかネット上のテキストでの表層的な情報しか取れないから、やっぱ実際に人と話してその真意だったりとか意図っていうところをしっかり聞けるっていうのが大事っていうのもあるかなと思います。ということで、まあ、口コミとか見るだけじゃなくて人にまず会うっていうのが一番信用できる情報が獲得できるっていう話だったんだけど、具体的に、まあ、自分の入りたい企業の人がいなかったりっていうのがあるパターンだと思うんだけど、はいはいはい、そこはどういうふうに探していくのか。ここもいくつかあると思ってて、一番理想で言うと自分の知人がいる、うん、もしくは知人のつてで紹介してもらうみたいな、はいはい、とは言いつつ、まあ、ゆうせくんみたいに友達がなかなか多くないって方もいる思うので、まあ、そういう方は、まあ、まずそこをアプローチしましょうというのが1ページ、ね、うんうん、で、あとは SNS で Twitter とか LinkedIn とかでコンタクトを取ってみると意外と返信が返ってきたりとかっていうパターンもある。で、まあ、ラストで言うと、まあ、こういう定職の事業をやってる人とかでも出身者の人がやってるようなサービスを使ったりとかするから、まあ、そういうのを利用するのもあるし、まあ、うちもその一つだったりとかしてるんだけどみたいな感じ。なるほど。じゃあ、まあ、まずは自分の知人とか知人の知人を当たってみるっていうのが一つあるけど、まあ、そこがない場合は SNS を使ったり転職サービスでこうつないでもらったりっていうのをやってみるっていうのがいい感じかな。そう、ね、うん、転職サービスだとか言ってポジションの場合と今度転職サイドの人のポジションとかっていうから、うん、まあ、自分たちが言うのもあれなんだけど、うんうん、っていうところは一定確かにあると思うから、やっぱり理想で言うと知人とか SNS みたいなところで聞けるといいよね、はい、なるほど。SNS ってところに関していくと、でもやっぱ怖さはある、うん、なんかやっぱりなんだろう、まあ、うぞうむぞうじゃんそこも、うんうん、そこはどういう人がいいとかはある。信頼は言うとやっぱりフォロワーが集まってる人の方がいいとは思う。 Twitter とかで、まあ、1万人とかとかして、はいはい、まあ、自分も Twitter やってるからちょこちょこ連絡来たりとかするんだけど、うんうん、そういうコミュニケーションすることもある。フォロワーいるってことは一定こう何かしらで信用力を形成してるから、うんうん、下手な情報言えなかったりとかするんで、その意味でもいい、はい、ただしかしやっぱり DM たくさん来るんだよね、うん、そのぐらいになってくると、でだとコンタクト返信が来ない可能性もあるから、狙い目って意味ではやっぱ今からアカウント始めましたみたいな、あでもこの人コンサル業界出身だなみたいな人はかなりの確率で帰ってくるとは思う。ああ、なるほどね。裏話してもないけどそこは、ね、狙い目かなって感じだ。ということで、まあ、SNS でコンタクト取るときの基準としては、まあ、フォロワーが一定いたりとか、まあ、逆にあとはフォロワーいなくても立ち上げ機で本当にこのコンサル業界例えばいたんだなとか、そういう人に質問するのがいいっていう話だったんだけど、他にはなんかこの基準とか見分け方とか、あとはまあ実名か否かみたいなところもあるんじゃないか。あやっぱりこれもフォロワーさんが共通してるんだけど、うん、まあ、いかに情報に責任を持って発信しなきゃいけないかって大事、うん、今俺らの顔出してここ喋ってるからさ絶対嘘はつけないから変なことない、ね、炎上しちゃうから、はい、っていう意味でもう本音でしか喋れないみたいなのがこういうやっぱ実名顔出しするっていう話だったりとかするから、うん、実名顔出ししてる人っていうのは、うん、一定信用度が上がるんじゃないかなっていうふうに。なるほど、ありがとうございます。思ったりとかはしてる。でもやっぱなかなか直接自分が行きたい業界とか企業の人を探すって難しいと思うんだよね、うん、でそこでどうしても見つかりませんでしたみたいな時にどうすればいいかっていう、うん、いう話もしておくと、まあ、さっき言ったテキスト媒体、ウェブとか、うん、でもやっぱりその誰が発信してるかっていうのが大事だから、うん、実名顔出ししてる人の情報だったりとか発信者が信頼が置けるかどうかみたいな意味で、うん、まあ、ウェブとか動画とかを使ってもらえるといいのかなっていう話はある。なるほど、はい。ということで、まあ、企業の評判を調べるときにどういう情報を見ていったらいいのかっていうところで、まずは直接人に会いに行こう、自分が入りたい企業に勤めてた人とか勤めている人に会いに行くっていうのが、まあ、一つ目のおすすめ手段でしたと。知人とか知人づてでいなければ SNS 見に行きましょうっていう話でしたと。じゃあ他にはそういう企業の口コミとか評判をこう確認する上で有益な情報っていうのはどこに転がってるんでしょうか。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。
数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。あとはもうやっぱもう直接人事の話を聞くっていうのが、自分が入りたいと思ってる企業の人事と話すで、どうやって聞くねんっていう話それはあるなと思ってて、ここはまあ2つで、うん、1つが実際にも採用に調整してみて接点を持ちましょうっていう、もう受験というか受験する中でっていうパターンと、はいはいはい、もう1個は結構カジュアル面談とか設定してくれるような会社があったりとかする、うん、のでそういうまあコネオプションを探すみたいな話、うん、ただここもやっぱ注意ポイントがあって、うん、今度はその人事サイド、採用側のバイアスがかかるからもちろんいいこと、基本的にはいいことを言ってくるっていう、さっきはこうネガティブな求職者目線みたいな、うんうん、だからこの両方の情報を照らし合わせて自分で判断するっていう必要性があるかなっていうところですね、うんうん、確かに一定有益だよね、その、うん、辞めた人はさネガティブなこと言うし、うん、もちろん人事の人はいいこと言うから、そこをしっかり両極端見とくっていうのはこう自分の判断の天秤をこう綺麗に保つのが大事だと思うので、ありがとうございます。人事どこで聞くのって話っていうと、一番はやっぱ採用進んでる中の一次面接とか二次面接の逆質問とかであったりとか、内定取った後の社員との面談設定してくれる場所とかが具体的なところ、うん、で意外とこの逆質問有効活用できてないなって思う人が多くて、逆質問でも評価を取るためにこういう質問しなきゃいけないんですかという問い合わせめっちゃ受けるんだけど、はいはい、まあ、ぶっちゃけそこはもうそこまで結果出てるからみたいな話で、そこでまあマイナス点をなくすみたいなのが逆質問だと思っていて、まあ、その場は本当に自分が知りたいことを壁打ちするみたいなのに使ってもらえるといいかなっていうところで、まあ、まずはエントリーしてみて、やっぱ人事とコミュニケーションしてみたらそこで社風が見えるところがあったりとかするから、うん、そういうやっぱ生の情報を取れるっていうところは意味あると思ってますね。確かに、なんか確かに逆質問のところはね、むしろその評価を狙った発言するよりも自分が本当に心から聞きたいこととか気になっていることを聞くっていうのは、うん、なんか評価っていう観点でもむしろプラスだよねってめっちゃ思う。そうね、さすがにこれを聞くと失礼みたいな話もあるから、うん、はいはい、まあ、その辺の話はまた別の動画で、はい、そこも一つの自分の情報収集の機会だから聞くべきことを聞きましょうっていうのが一つ有効な、ね、逆質問どうするか問題は、まあ、就活でもトピックだと思ってて、うん、それはまた別の動画でネット企画で撮りたいと思います。 OK です、はい、ありがとうございます。はい、ってな感じで聞いたこと聞きましたか。あ、はい、ありがとうございます。はい、あの、ね、転職の口コミとか信じていいんですかってところでぜひ皆さんも今日後期が言ってたところ使ってみてください。まあ、最後改めてまとめておきますと、そもそもの問いとしては口コミとかネット情報を信じていいのみたいな話があったかなと思っていて、まあ、そこにはサービスの事業側の意図があったりとかするんで、まあ、全てを鵜呑みにせず自分で判断しましょうっていうのが絶対あります。で逆にそれ以外でいい方法何があるのっていう話で今回2つお伝えさせてもらって、1つがまずまあオフラインオンラインでどっちでもいいから人に会って話しましょうっていう話と、2つ目はまあ人事と接点を持ちましょうっていう、その2つでした。まあ、僕らもあの特集転職っていう転職支援のサービス展開しているんですが、まあ、この2つがなるべく業界とか企業のことを知るような仕組みをご提供したいなっていうふうに思ってまして、1つ目 の人と会うっていう意味では、まあ、僕ら自身のキャリアアドバイザー、まあ、僕はアクセンチュアであれも日本生命みたいな形で、まあ、大手コンサル、金融、大手 SI や商社、あと人材とか、まあ、こういった各業界でトップで活躍してたメンバーっていうのがキャリアのアドバイスを中心になってしていくっていうところで話聞けますし、まあ、知人も僕らそういう業界もたくさんいますので必要に応じてご紹介するみたいなこともできるってこともやったりとかしてます。で後者の人事っていう意味においても、まあ、カジュアル面談の設定だったりとか人事の人からなるべくこうフィードバックをこう提供できるような仕組み進め方をしているので、まあ、その辺もお力になれるかなと思ってますので、この概要の方から相談できますので、今キャリアに少しでも悩んでるよみたいな方はぜひ登録してみてください。お気軽にお願いします。お願いします。まあ、あとはですね、まあ、今まだ相談はいいかなっていう方も LINE の方で市場価値診断だったりとか、あと転職対策動画 YouTube 公開もなんか見れたりとかするので、こちらも2個目のリンクから登録できますので、気軽に登録してみてください。もちろん無料です。お願いします。はい、ありがとうございました。ということでまた皆さん次回特集転職でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。 バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。